今年からはですね、龍馬の休日、高知県の食卓キャンペーンということで、高知の食を大いに前面に出したキャンペーン、観光キャンペーンを進めていこうとしているところでありますね。本当に普段食べてる美味しいものがね、ここね、こう、内緒に食べてくれてる感じしますね。いや、本当に普段の味ですよね。そうですね。普段の味、美味しい味。普段の美味しい味。素晴らしい。